こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。ロシア連邦国防副大臣だったドミトリー・ブルガーコフ陸軍大将が汚職事件で逮捕されたとロシア連邦捜査委員会の公式代表スベトラーナ・ペトレンコ氏が公表しました。ドミトリー・ブルガーコフ陸軍大将はロシア軍の兵站業務、すなわち補給・後方支援を担当していました。今日はこのことについてお話します。ロシア軍で兵站業務を担当していた元ロシア国防副大臣のドミトリー・ブルガーコフ陸軍大将が汚職事件で逮捕されました。ロシア連邦捜査委員会の公式代表スベトラーナ・ペトレンコ氏が発表したとロシア国営リアノーボシチ通信が7月26日に報じました。 FSB ロシア連邦保安庁によればドミトリー・ブルガーコフ容疑者はブチルカ公判前拘置所に収容されたということです。ブチルカ公判前拘置所は18世紀に建てられかのナポレオンも要塞としての使用を考えたというロシアで最も古い刑務所として知られています。ドミトリー・ブルガーコフ陸軍大将は2008年からロシア連邦国防副大臣として兵站・補給を担当してきましたが、おととし2022年9月に国防副大臣を解任されていました。ロシア国営リアノーボシチ通信によればブルガーコフ氏は長い間ロシア連邦国防省の兵站業務担当という立場を利用してロシア西部リペツク州にあるグリャジンスキー食品工場公共株式会社の利益誘導のためにロビー活動を行い裏で賄賂を受け取っていたということです。こちらは本チャンネルが探し出したグリャジンスキー食品工場公共株式会社のホームページです。会社のホームページには次のように書いてあります。グリャジンスキー食品工場は旧ソ連軍に特別な食品を供給する拠点企業として1944年にリペツク州グリャジの町に設立されました。この工場は国家的に重要な意味を持ち法執行機関や各部門に製品を完全に供給していました。さらには小売チェーン向けのゼリーやインスタントシリアルやスパイスのほとんどもグリャジンスキー食品工場で生産されています。ホームページにはこのように書いてあります。テレグラムチャンネルショットによればグリャジンスキー食品工場公共株式会社は2014年から2021年にかけてロシア連邦国防省や国防省の首貿易理事会ボーエントルグ、そしてロシア内務省から5億6200万ルーブル相当の政府契約を受領したといいます。ブルガーコフ元副大臣はロシア軍兵士に低品質の糧食を供給させロシア国防省に実際の金額よりもかなり多くの対価を支払わせブルガーコフ元副大臣はグリャジンスキー食品工場から多額の賄賂を受け取っていたとロシア連邦捜査委員会は見ています。ロシアのノーボスチ・ロソ氏によればグリャジンスキー食品工場公共株式会社の経営陣3人は今年4月に横領事件で逮捕されていました。その横領事件の捜査の手が今回ロシア連邦国防省の中枢に伸びた形です。ブルガーコフ氏は兵站補給業務でのロシア軍への貢献が評価されて2016年にはロシア連邦英雄の称号を授与されていましたが今回の逮捕で汚職にまみれた落ちた英雄となりました。ロシア国営タス通信によればブルガーコフ氏は大規模な横領を行ったとして最長10年の懲役刑を受ける可能性があるということです。ブルガーコフ氏はボルスク高等兵站学校から始め兵站輸送陸軍士官学校そしてロシア軍参謀本部陸軍士官学校を卒業した根っからの兵站後方支援の専門家としてロシア軍のエリートコースを歩んできました。
本チャンネルでは以前、ロシア軍が置き去りにしたレーション、戦闘糧食が期限切れのかなり古い糧食であったことをウクライナ軍が発見したことをお伝えしたことがありました。それがブルガーコフ容疑者の汚職とつながっていたのかどうかは分かりませんが、最近ではウクライナ最前線のロシア軍兵士に飲料水や糧食が届いていないことに対して、ロシア国内では批判が高まっていました。クレムリンはそういった批判に対する毅然とした対応を示すために、ある程度の大物のスケープゴートを必要としていたのかもしれません。しかし、兵站補給の問題は、後半で複合的な要因が背景にあるため、たった一人の将軍の逮捕で解決する問題ではないようにも思われます。いずれにせよ、ロシア連邦国防省の闇はかなり深いようです。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。Мы пьем это все на 11 человек, блядь.